さんこんにちは、相撲協会の高崎です。今日はですねこちら、皆さんご存知の方もいると思いますけども、9月場所は秋場所、まあ、秋といったらですね食欲の秋ですので、この食べ物、国技館でしか手に入らない美味しい食べ物を紹介したいと思います。はい、それではですねまずこちらのパンですね、おなじみの、スイーツパン横綱パンをこちらに用意しました。今回ですねこちらの通常の食パン横綱パンですね、こちらの小豆、こちらのメープル、これに加えてこの抹茶小豆味を今回発売いたします。こちらもですね、まあ、持ってみたら、ずっしり重たい小豆が入ってですね、抹茶をですね、こちら見て分かるとですね、練り込んでるんではなくて、こう、層にしてですね、こう重ねて折り込んでいく感じがしてますので、やはりこう、ふわふわ、もっちり食感になります。味も。抹茶のこのほろ苦さと小豆のこの上品な甘さが非常にマッチして美味しい商品になっております。今回ですねこのスイーツパン3種類こちらをですね600円で国技館で販売いたしております。とにかくおかげさまで人気商品となっておりますので、国技館に来た際にはお早めにお買い物でいただけたらと思います。またこちらの横綱パンもですねこちら500円で4枚切りの500円で販売いたしておりますのでぜひこちらの方もよろしくお願いします。はい、それでは次はですねこちらのお茶漬けとこの相撲部屋のちゃんこ、こちらの紹介です。まずこちらのお茶漬けはですね5月場所からですかね販売しているんですけども、なんとお茶漬けといったらですね皆さん何を想像しますかね。海苔とあられが入ってるんですけども、あられの代わりにちゃんこに欠かせない油揚げを入れたお茶漬けになってます。ちょっとこのねご飯こうやってお茶漬け、これにお湯を注ぎます。みるみるお揚げが膨らんでくるという、食べてみましょうね。ね、相撲協会のお茶漬けといったら永谷園さんですけど、まあ、こちらのお茶漬けも頑張って作りましたね。でもしっかり味がついて、だしはですね、あごだしです。ということでこちらのちゃんこ茶漬けは300円で販売してますのでぜひお買い求めください。はい、それでですね今度またお湯をかけるシリーズといったらあれなんですけど、こちらの相撲部屋のちゃんこ、こちらはですねパッケージが変わりました。で味は中身が一緒なんですけども、こうやって本当に相撲部屋の味ですね、春日野部屋の醤油ちゃんこ、一ノ国部屋の味噌ちゃんこ、里ヶ岳部屋の塩ちゃんこ、今日はせっかくなんで
諏訪野部屋の醤油ラーメンを水割りになっていいですね。はい、じゃあこちらもお湯を注いでみましょう。はい、フリーズドライなので湯をかけてちゃんとしっかり具材がつくねもね2個入ってます。うん、しっかり醤油の味がついてつくねですね。うん、つくねも味がついて美味しい。これはめっちゃいい。ご飯の一品、味噌汁なくてもこれがある。しっかり野菜もシャキシャキしてて美味しいです。はい、ということでこちらもリニューアル、リニューアルした相撲部屋のチャーハン、こちらは780円で販売いたしております。ぜひ他の味も他も試してください。はい、じゃあ次はですね、ちょっとご飯も食べたのでデザートにしたいなと思います。でこちらもですね2種類新商品が出てます。まずこちら親方チャンネルのポップコーンができました。これはですね大阪のですねデイリー食品というところの人気のポップコーン、この国技館の親方チャンネル、人気の親方チャンネルバージョンにして販売することになりました。昔ながらのですね製法でですね手作りで一生懸命作っている会社がですね、一口食べてぜひ国技館で販売したいなということで行きました。ちゃんとですね、あの親方チャンネル分かりますか、弾ける感じのところでね、こういつも人気の親方衆が、6名のですね、非常にポップなパッケージになってます。こちらもうん、味はですねシュガー&ソルトにして、うん、お子様からあのお年寄りなので食べやすい味になってまして、まあこう相撲観戦しながらね、まあ軽く定食にいいんじゃないかなと思います。本当にこのコーンのですね腹が気にならない、本当に止まらない味になってますので、こちらの親方チャンネルポッポン、こちらは1袋200円で販売いたしております。ぜひ初日からお買い求めよろしくお願いします。次にですねスイーツ親方の白星小餅、こちらスイーツ親方の白星小餅です。まあおなじみのですねスイーツ親方、柴田山親方がですね、厳選したとおりもっちりすべすべのこちらのお餅が販売することになりました。中はですねこのように一つ一つね個包装にこの袋にもですね親方のキャラクターがですね全て入った
個包装になってます。こちらもちょっと一個一つ中はどうなってるかというと、はい、このようにですね、羽二重餅になってまして、見たらわかるんですけど、こんなに伸びる羽二重餅が入ってます。また食べてみますね。うん、まさにですね、とろーりもっちりすべすべな、ほんのり甘い仕上がりになってますね。こちらをですね9個入り、個包装で9個入ったやつを、こちらも1000円で販売いたします。ぜひお買い求めよろしくお願いします。はい、次にですね、こちらの商品ですね、人気、こちらも5月から、販売いたしてますけども、相撲協会国技館クッキーということで、こちらは何といってもですね、この量ですね、24枚入ってます。その一つ一つにですね、相撲の言葉いろいろ入ってますね。レンコンを利かす、先が見えるから先を見通すことを、ね、こうやって解説も入ったですね、面白い絵があるんですね。米とはこれがですね、一つ一つ個包装になってて、でこれもね、開けてみるとなんとこうやって相撲の似顔絵キャラクターが入ってます。こちらもですね、バターがすごく効いた高級感のある味わいがしますね。お土産には絶対もう最適ですし、こうやってね、一つずつこう学校とか職場でこう配るのに非常にいいんじゃないですかね。ということで、こちらの商品は今日は1300円で販売いたしておりますので、ぜひお買い求めください。よろしくお願いします。それではですね、今からですね、湯豆腐、相撲部屋の湯豆腐を作りたいと思います。まず鍋の具ですね、具は鶏肉、豆腐で、キャベツにこちらです。すごくシンプルですね。でこれお湯沸騰してます。こちらの湯にもう簡単です。まず湯豆腐なのに鶏肉を入れます、一般的な湯豆腐は、豆腐ですね、京都の湯豆腐みたいな感じで豆腐だけなんですけど、相撲部屋は、ご飯のおかずとして食べますので、鶏肉と野菜をね、鶏肉を入れて一口、はい、こう押してたら、アクを軽く取ります。あとはですね、今日はだいたい3、4人前ですね。ひと煮立ち完成。はい、じゃあこれの漬けだれを今から作ります。まず材料ですね、
まず醤油、卵、青のり、薬味のネギ、で、かつお節、みりんになります。こちらを入れて、今からこの湯豆腐のですね、相撲部屋の湯豆腐の漬けだれを作りたいと思います。まず、だしを取ります。かつお節を。どんなのができるのかなと思ってると思うんですけど、はい、こちらのだしですね、かつおだし、これで一煮立ちしたらもう終わりです。火を止めます。で、最初に入れたこのお湯ですね、お湯と同等の醤油を入れます。同じぐらいです。で、こちらに卵を入れるんですけども、大体今日は3つぐらいですかね。みりんも入れます。ちょっとこれでね、まろやかになる、醤油の角が取れます。で、こうやってこれ火を止めないと、これから卵を入れるんですけど固まっちゃうんで、これぐらいの温度になったら卵を固まってないです。これをスーッとゆっくりと馴染ませる。火はついてませんからね。はい。で、こちらに青のりですね。青のりをダダッと。この磯の香りがですね、また食欲をそそるんですよね。はい、じゃあ最後薬味を入れて、たっぷり入れて、はい、こちらは湯豆腐のタレの完成です。これにつけて先ほどの炊いた豆腐を食べます。こちらのですね、ありましたので、ではこれいただきます。ポン酢と違ってまたですね、その全然この酸っぱいそういうのがなくて、だしの旨味と青のりの香りですごく食欲になりますので、ご飯のおかずにぴったりです。で、こうやって相撲部屋はこのタレにつけて食べるんですけども、なかなかここまでしてご家庭で作るのは大変じゃないかなと思いまして、実はご家庭で簡単にできる湯豆腐のタレを
開発しました。こちらがもうその名も卵で簡単国技館湯豆腐のタレです。これまあどうやって食べるかというと、まあ、説明書ももちろん入ってるんですけども、今の、一連のですね作り方をもう茶碗一つと卵だけでやってしまおうということで、ここでコーヒーが入ってます。で4人分こちらの先のタレが入って、で鰹節と青さとネギの乾燥が入ってます。でこれ4人分ですので、こちらでじゃあ作ってみたいと思います。まずこちらタレですね。本当にね、あの味が再現できるか不思議だと思うんですけど、はい、そしてこの卵、はい、一つ入れました。そしてこちらの乾燥の粉末ですね。これちょっと4人分一つに入ってますんで、ちょっと量はね難しいと思います。まあ、大体目安ですね。入れます。はい。そしてあとは自分の鉢で混ぜるだけ。こういう作業も楽しいんじゃないですかね。卵もね、本当にまろやかになって食欲が増すんですよね。ということで喋ってるうちに、あら不思議、湯豆腐のタレ完成しました。こちらで食べてみたい。本当に醤油と出汁の旨味が出て、なおかつこの鰹節とですね、この青さの香りが食欲を進みます。これあのタレにしてですね、こうやって温かい豆腐もいいですし、冷ややっこでもいいですし、これは言われながら発明ですね。でこうやって食べていくうちに、だんだんこうタレが薄まってきます。タレがですね、で薄まってくると、今度はこれにこのお湯、野菜とか肉の旨味とか冬をですね、ちょっとこう入れます。と先ほどの卵がですね、こういうふうに固まってですね、ちょっととろとろになります。でこれがスープになるんですね。スープ出汁をご飯に出汁をかけてスープで食べるんですね。そしたらあら不思議、
ャンスプレーが完成します。うん、あと小判が猫はちょっと調整して、これも一つで二つ美味しい。というふうに、こちら世界初ですね、この大相撲の豆腐のタレ、こちらも国技館で販売いたしております。値段は650円です。ぜひお買い求めください。はい、ということで一応このようなラインナップでですね、皆さん国技館でお待ちしておりますので、ぜひ国技館名物の美味しい食品をお土産にですね購入していただけたらなと思っています。で最後にですね、このこちらわかりますかね、国技館の焼き鳥、まあこれはですねもう国技館の名物なんですけども、この度こちらが缶詰になってですね一般に販売することになりました。こちらの商品もですね、私ずっと携わってですね、やっとこうやって裏面を見ることができました。で中身はですね、本当にこのパッケージ通りなんですけども、このようになってますね。私がこだわったのはこの味が染みついたつくねです。このカラカラの、タレがですね染み込んだこのつくねを再現したくてこういう風になりました。一つ食べてみますね。うん、本当に国技館で売ってる焼き鳥も大変美味しいんですけども、ぜひですねこちらの国技館の焼き鳥の缶詰もですね、もうそろそろしたら、皆さんのところのスーパーや、そういうところに見えるんじゃないかなと思います。ぜひですね、こちらの缶詰もお買い求めよろしくお願いします。はい、それでは9月場所は食欲の秋、こちらの商品でお待ちしてます。私もですね15日間スイーツ親方の売店に立ってますので、ぜひ気軽にお声をかけてください。よろしくお願いいたします。